Radio Aquas。 下つけたらお店紹介。はい、どうぞ。はい、今回は麺屋えにし下野太郎のお店紹介です。で、場所は、那須塩原市住吉町74-169というところで。那須塩原市の住吉町ってどの辺なんですか？教本社の交差点って分かりますか？はいはいはい、あそこの近く近辺です。どっち側に行くんですか？交差点から交差点、こちらからだと、左に曲がってで、あのかっぱ寿司があって、はい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 、すき家があって、はいはいはい、その奥の方になる。ああ、丸八があったところ。丸新だ。丸新だ、丸新だ。以前の丸新だ。丸新だ。そうですね。はい、で、店の外観はこんな感じ。これ夜に行ったんで、当然暗いんですけど。で、店内は、小上がりのテーブル席と、普通のテーブル席、あとカウンターですね。この建物の作りは、マシラーメンさんの頃とほぼ変わらないと思います。で、餃子焼きますか？何なんだそれ？何でしょうと、いや、あの、席に座るとまず聞かれるんですよ。どうもラーメン出来上がるのが早いんで、餃子時間かかるんで先に聞いてくるんで。これインパクトあるね。餃子焼きますか？一瞬、一瞬何かなって。焼きますって焼かせてもらえるんですか？いや、そういうことではないでしょ。そういうことじゃない、はい、時間がかかるから先に聞かれる、ね、食べますかってことですね。最初何も知らずに行くと目くらいます、まあ、そうだよね。見ようかな、聞かれたら焼かせてもらえるんですか？それ、いいね。今回は、焼かなかった、頼まなかったんですけど、メニューの方が、こんな感じで、醤油ラーメンでもたくさんあります。へぇ、こんなに種類あるの？はい、メンマラーメン、韓国風ラーメン、韓国風チャーシュー麺、コマラーメン、チャーシュー麺で、コマっていうのは豚コマ、チャーシューの端っこを使ったこま切れの肉ですね。コマチャーシュー、はい。で、スペシャルラーメン、チャーシュー、こま肉、味玉、海苔が入ってます。他に味玉とか、味玉ネギラーメン、味玉コンパラーメン、たくさんありまして、この他に塩と味噌があったんですけど、味噌は冬だけみたいで、もう終わっちゃってました。で、麺量が、ハーフの 0.5 と中盛りの 1.5 玉、大盛りの2玉、特盛りの3玉ってあります。で、値段がリーズナブルなんですけど、ちょっと量が多いです。今回はスペシャルの中盛り 1.5 玉にしてみました。なんかそのほとんどそれ見るとあんともかいって感じするよね。はい、で、これが、すり鉢の器で出てくるんですけど、かなり大きいです。それはでっかそうだね、これね。はい、3玉で、ネギたっぷりですね。で、スペシャルのトッピングはさっき言いましたね、チャーシューとコマ、チャーシューの端のこま切れと味玉、海苔です。で、麺はこんなピロピロした感じで、ひとひらの縮れ麺で、うまそうな麺ですね。固めに入れてあります、ね、うまそう。バリカタ？はい、バリカタ。バリカタはリアです。バリカタ、それ、博多ラーメンか。で、マルシンラーメンみたいな。そうです、そうだね、感じがね。実はマルシンラーメンなんです。なんだよ。あの、マルシンラーメンは今、次男と娘さんでやってるらしいんですけど、長男さんがこちらの店やってて、店名を変えてやってます。で、チャーシューもこれ見たことあると思うんですが、同じだ、はい、チャーシ
チャーシューびっしり入るやつも、はい、チャーシューも。ただタレの醤油がかなり濃くて、チャーシューも味は強いです。あ、じゃあびっしり乗ったら大変ですね、はい、でスープもやっぱり味が濃いめですね。でマルシンさんにない、塩と味噌が合うという形です。で味玉も、色の濃いやつで美味しかったですね。でここはチャレンジメニューがあるんです。やだ、制限時間45分で麺が6玉、味玉が7個、スープが3リットルです。スープだけだと飲めないで、全部食べたら賞金5000円だそうですけど、誰かギャル曽根連れてきて店内見たら、メニューは載ってなかったんですよ。あ、そう。だから特盛を食べるような人、ペロリと食べちゃうような人にだけ勧められるのかもしれないです。っていうのはお客さんに、お客さんどうだい、やってみないなんていう感じに店主がこう勧めるようなメニュー、そうなんですかね。ちょっと普通じゃ考えられないってことですね。まあ勧められるほど食べてないんで、じゃあ今度三玉のやつ食べてさ、でご主人がどういうふうに反応するか見てみてくださいよ。いや三玉きついと、三玉入んないですよね。でん五玉でももう腹いっぱいでしたから。ダッチョ呼べばダッチョ。俺二玉は食べられるんだよね。はい、まあ二玉は食べますけど、スープまでは飲めないですよね。完食はきついよ。食べてないんですけど、動画が YouTube で出てまして、やったやついるんだ。いるんですね。でしかもしてる。でそれをちょっと画像を、拝借したのがあるんですけど、あ、その前に、こちらが今回食べたすり鉢のラーメン用で、こっちのさらにでかいのがおそらくスペシャルチャレンジメニューのだと思います。それ回らないですよね。おそらく無理ですね。スープサミットの時点でもう3キロ超えてますから。あ、もうショールームできないですね。で、ラーメンがこんな感じの大きさで。うわいや、っていうか頼んだんかい。いや、だから画像は配信です。ああ、そういうこと、ね、この大きさです。で、しかもスープなみなみですから。30分 ?45分。無理だな。普通のラーメンの軽くもう3倍とかありますね。スープだけで無理だよ。あ、麺どころって書いてありますけど、麺屋えにしです。間違いになってきます、はい、で住所が先ほど言ったように那須塩原市住吉町の 74-169。電話は公開されてます。なんだよそれ。電話で予約する必要はなく言ってください、はい、で営業時間が昼が11時半から13時30分で、夜が18時から翌日の2時45分。あ、夜遅くまでやってるんです。ただし日曜は夜1時まで。あの辺で飲んだくれた後にいいよね、はい、ただ飲んだくれた後にスペシャル、うん、そう私6時ごろ一度行ったんですけど空いてなくて1時間ぐらい遅れてオープンしてました。で日にちによっては時間開始時間営業開始時間が遅れる時もあるようです。夜遅い方は大丈夫なんですかね。麺がなくなっちゃったから。ああ、それはあると思います。ありえますよね。はい、ありえる。以上今回はメイヤー江西さんでした。ぜひあのスペシャルメニューの実況中継を誰かチャレンジしてほしい。下野太郎オンリーで行くしかない。私はさすがにこれは食べられない。ダッチョ来ないかな。ダッチョ来ないかな。持ち帰る、ねね、持ち帰ることができるメニューだったらば頼んでもいいんですけど、さすがにラーメンはそうはいかないんで、ちょっと腹の中にしましたね。せっかくの料理食べ残すのもどうかと思って。まあね。はい、ああ、これはすごいな。すごいですね。うん、すごすぎるわ。食べるところ見てみたいですよね。うん、
これ食べてるとこもっと見てみて。実物は見てみたいと思うんですけど、さすがに食べられない。自分では食べられないですよ。あ、自信のある方、挑戦してみてください。さっきの 1.5 玉だってスープまで飲み干すのはきついですよ。あれで飽きるのとか大ですね、うん、サイズ的にですよね。飽きるの大もとんでもないですけど、ちょっとすごいけどね。はい、ありがとうございました。ああ、結構いい時間になっちゃいましたね。そろそろ終わりにしようか。今日は男3人でしたけど、うん、男3人だね。もう帰って寝よう。眠いんだ、親父は。嘘だよ。さて、じゃあ下野太郎はまたどこに出没するのか、みんな楽しみにしててね。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあフランス語がいいかな。イタリア語ですか。イタリア語、ポルトガル語。ポルトガル語、イタリア語も一緒ですけど。チェオ、ボンソー、チェオ、アクアスエイト、ドゥアー